ともにね、大体この位置だったと思う。こういう位置、
止められなくなる。うん、私はちょっとね、あのずれてる違いがあるかもしれないですけど、そういうシチュエーションにいて歌をさせてもらったのはこのまんまでした。で、今回ね、私一人でソロで歌をさせてもらうというのは初めてなんですけれどもね。まあ、一曲一曲ね、まあまあすでにね、僕はいろいろ歌ってはいけますけど、彼女が歌った歌ないし、彼女と一緒に歌った歌ないし、うん、こう、私一人、ちょっとチャレンジして歌えていけてるものあるよ、頑張って歌ってみようかなと思っていろいろチャレンジしてます、うん、まあ、特に何がこうお祝いとか記念とかでこういうの持ってるわけじゃないんですけどね、うん、あのちょっとね、ちょっと一回だけ歌も終わったし、まだ配信時間大丈夫かな。ちょっとね、余談なんですけど、ちょっとイタリアの話から外れますね。このロッドスチュアート、このロッドスチュアートというのは、だからね、まあ僕の人はこのサイトが当たり前なんですけども、この私、DJ の、まあ、現実世界、リアルの世界で、私がこの世に出るのお仕事のデビュー、デビューさせてもらったのは1983年の3月16日なんですけれどもね。でそこの、理事長を出させたのが、まあ、こう大谷麻子さんです、まあ、もう若い人たちはちょっとね、分からないか分からないですし、私の周りの外国人たちも全部分からないと思うんですけどね、まあ、ある程度の世代の、ね、上の方たちだったら分かると思うんですけど、うん、まあ、どこまで調べていいのかというのがあるんですけど、まあ、その大山房子さん、その方が理事長をなさってまして、その方の、まあ、その方の理事長のね、大山さんの大好きなアーティストにロッドスチュアートだったんですよ。で、まあ、ロッドスチュアートの部屋というか、すごくメンバーグループのともにロッドスチュアートの写真がね、こう飾っていらっしゃって、まあ、ロッドスチュアートと一緒に写ってる写真とかね。で、その頃ロッドスチュアートって言ってもう本当にすごい、まあ、今もそうなんですけど、世界的にこうしてね、すごいイケイケですし、いや私はあの、そうですね、セービング、あのあたりの髪型ですかね、インパスの腰を出したような長めな、そういう模した感じしてましたけど、うん、だから歌だけでなしにそのファッション的なところでもう影響を受けたね、アーティストになります、うん、まあちょっとね、ロフトスチュアートってなってくると、私の中では、その大山麻子さんとのことを思い出すきっかけとなるアーティストだなと思ったんで、ちょっとだけ、触りだけ述べさせてもらいました。です。以上です。また、いつもみたいに、取り留めのない、話です。どうも。ごめんなさい。では、また、次回何を歌うかわからないですけれども、よろしかったら聴いてください。この歌唱映像をご覧ください。では、また。